はい、どうもこんにちは、水ニャンです。本日の、サブチャンネル1本目の、動画になるんですけれども、ついにですね、NHK から国民を守る党立花孝志さん、そして、大橋、正信、柏市議会議員、あと、N 国党の集金人撃退行為に、加担した一般市民の、方に対してですね、 NHK が1100万の損害賠償請求を行ったというですね、まあ、ニュースが出てきました。まあ、ついにねこの件で、まあ、損害賠償請求ですかというような、まあ、話なんですけれども、まあ NHK はねもう着々と、まあ、N 国に、まあ、包囲網を、まあ、敷いてるなという感じでございます。まあ、本日のですね、まあ、立花さんの、まあ、記者会見の方をですね、まあ、僕も、まあ、見てたんですけど、まあ、相変わらず、まあ、立花さん、まあ、強気だなと、まあ、思ったんですけれども、まあ、強気というよりは、まあ、ちょっとこれは、まあ、NHK からの、まあ、N 国党側 に対する、まあ、最終宣告、なんじゃないかなというふうに思ってます。で、まあ、今回のね、まあ、ポイントとしては、まあ、もちろん、立花さん、まあ、N 国党、まあ、大橋正信議員、まあ、これは分かるんですけど、その、撃退行為に加担した一般市民までもが、被告になって、で、裁判を、ね、やるということですね。で、まあね、一般市民を訴訟に巻き込んでしまった、まあ、NHK から国民を守る党と、まあ、いうことなんですけれども、いやもうこれはね、正直ちょっとね、やばいことに、なってきました。まあ着々と、まあ、NHK が、まあ、N 国党に対して包囲網を敷いているねと、まあ、いうのは、まあ、今、立花さんは、まあ、刑事裁判を、まあ、抱えてる、まあ、わけですね。で、刑事裁判を、抱え、そしてなおかつ、まあ、NHK との、こういった、撃退行為に関する、民事裁判を、抱えるようになったと。で、まあ、NHK 側が請求してる金額、まあ、これが全額認められるかどうかは置いといて、まあ、1100万円と、まあ、かなりですね、まあ、高額な、まあ、金額と、いうふうにね、まあ、なってます。で、まあ、今回ですね、まあ、記者会見を見てると、まあ、弁護士をつけないというなんかワードが出てきたんですけれども、これはまあ本人訴訟の方で、まあ、戦うと、まあ、いうことなんですかね。まあ、本人だけでこう戦うと、まあ、いうことになるのかな。で、まあ、これはね、多分ね、まあ、NHK 側の請求がまあ認められる可能性が非常にね、高いんじゃないかなと思います。で、ただやっぱり一般市民をね巻き込んでしまうのは、まあ、これはどうなのかということだし、まあ、NHK 側からすれば、まあ、一般市民の方々に、まあ、NHK から国民を守る党がやる、まあ、集金人撃退行為に加担しないでくださいねというような、ある種ですね、牽制も、これは含まれているんではないかなというふうに、まあ、思ってます。で、まあ、N 国党を取り巻くですね、雲行きがだんだん怪しく、まあ、なってきました。まあ、立花孝志さんが、まあ、刑事被告人になっているというのもそうですし、で、あと、まあ、大橋、正信、柏市議会議員の方はですね、まあ、そう書類送検をされたと。で、N 国党は、まあ、選挙に出ても、まあ、連戦連敗で、まあ、今後ですね、まあ、よりで、下火になっていく可能性が非常に高い、勢いがもっと弱まる可能性が高いと、まあ、いう中で、まあ、NHK 側が、まあ、N 国党を潰しに、まあ、畳みかけをかけているような、まあ、状況なんじゃないかなというふうにね、まあ、推測できます。で、まあ、その N 国党が、まあ、やるですね、まあ、集金人撃退行為、まあ、今回は、民事だけれども、今後ですね、NHK 側が刑事、告訴を、してくる可能性も、これはなきにしもあらずだなと。で、そうなってきたらですね、まあ、その N 国党が今までこうやってきている集金人撃退行為、ちょっともうこれね、やめなきゃ
いけなくまあなってくるんだろうなというふうにね、僕自身思ってます。で正直ね、まあ、集金人を撃退することがこれ NHK からNHK のスクランブル化とどう関係があるんだと、まあ、いう話なんですけど、まあ、ほとんど関係ないよねって。で、まあ、政治の世界でこう着々とね、でその NHK のスクランブル化に向かってで進んでいけばいいのに、まあ、その NHK の集金人を撃退する行為っていうのはこれはもう言うて遠回りだよねということで、あんまねこう意味がないんじゃないかなというふうにね、まあ、僕は思ってます。まあ、こういった部分がですね、まあ、N 国党に対するこう期待感であったりとか、立花さんに対するこう期待感であったりとかをよりですね、しぼませることに、つながっているということをね、まあ、ちょっといい加減ね、まあ、気づいた方がいいと思うし、もう今の N 国自体もうパフォーマンスをやってももう受けは悪いし、でまあヤフーコメとか見てもね、まあ、N 国党絡みのニュース昔すごい好意的な意見が多かったのに今はもう批判的な意見がものすごい増えてきたということで、まあ、かなりの人からね、まあ、見放されているような状況ですよねということです。はい。で、まあ、今後のですね、まあ、地方議会議員選挙に関しても、まあ、N 国党はですね、まあ、勝てる選挙もうほぼほぼないと思います。まあ、無投票当選狙っていくか、まあ、それか、まあ、定員割れするような、まあ、その町議会議員選挙、村議会議員選挙とかに、まあ、候補者を擁立してでそこで、まあ、やっていくか、まあ、それが地方議会議員選挙、出ていってもでもう当選するつもりなく、ただこう党の PR ということを、盾にね、出ていく、まあ、それしかないんじゃないかなというふうに、まあ、思っていますが、まあ、衆議院選挙もですね、いつ、まあ、やるのか現状ちょっと、まあ、見えてきませんけれども、まあ、衆議院選挙、立花孝志さんが言ってたですね、まあ、0.6% という数字、まあ、これを下回ったら、まあ、党の回答の方も検討すると、まあ、いうことなんですけれども、この、まあ、0.6% という数字、これ非常にですね、まあ、ギリギリなんじゃないかなというふうに思ってます。で今のやっぱ N 国党を見てると、いくらまあ国政政党とはいえども、まあ、ひょっとしたらね、まあ、幸福実現党よりまあちょっと上ぐらいのこうレベルなんじゃないかなと、まあ、だからまあ幸福実現党がまあ 0.6% をまあ取れるとすれば、まあ、0.7%-8% ぐらいで、まあ、N 国党衆議院選挙比例代表でなるんじゃないかなと。でやっぱり N 国党が 2% 超えた要因としてはね、まあ、前回の参議院選挙、まあ、その選挙区のところにまあ候補者をたくさん擁立したからというのがあるんですけれども、まあ今後の衆議院選挙に関してはですね、やっぱり比例ブロックの方でまあ候補者を擁立する、で有名人作戦がですね、まあどこまでねやってくるのか、まあ手越くんは出ないだろうし、まあ堀江門も多分出ないだろうし、でまあじゃあ目玉となる、じゃあ候補誰になるんですかという中で、まあ、立花さんが今さまざまな方面にアプローチをかけてるけれども、やっぱり今の N 国という、ね、状況を見てると N 国党から出馬するイコール、まあ、逆効果に、まあ、なってしまうということもあって、でイメージを毀損するということを、ちょっと懸念して、まあ、出ないというような、まあ、ことにもなるんではないかなと思ってます。でやっぱ N 国党の関係者の方でもね、今のこの状況を危機感を覚えてる人とかもうまあまあいるんじゃないかなというふうに、まあ、思ってるんですよね。でやっぱり、まあ、その当初はね、まあ、NHK に問題を感じて NHK のスクランブル化であったりとか受信料の問題をしっかり、取り組みたいとで思って N 国党に参画した人たちも、いざまあ N 国党、やってみるとなんか違うなっていうことでね、まあ、あの離党する人も、まあ、出てき、そしてで、まあ、方針に対してちょっと異をこう唱えるような人もこう出てきてとか、そういう感じに今なっちゃってるわけで、まあ大変ですよね、 NHK から国民を守る党ということで、ございます。まあ本日のね、動画なんですけれども、まあ、こんな感じでですね、まあちょっと、今までと NHK、 N 国党に対しての対応全然違うぞというようなお話でございました。ということで、本日の動画、もしね、この動画を見ていいと思った方は、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。以上、みずにゃんでした。じゃあね。